い、今回は M42、オリオン大星雲の中心部を滑らかにするというタイトルでいきたいと思います。前回ですね、もう今年の2月になるんですけれど、オリオン大星雲を撮った時の写真がこれでして、で、中央部をご覧ください。ちょっと飽和してるのお気づきになりますでしょうか。まあ、この部分ですね。まあ、中央部は真っ白で RGB 全てが255になっているのはあるんですけれど、その周りの黄色いところもですね、全ての3色ともじゃないんですけれど、飽和しちゃってます。そういった問題がありました。あと他の問題としては、緑の情報が不足しているために、まあ、全体的に赤紫の毒々しい色の大星雲になっちゃってます。まあ、ここら辺の星の色もありえない色をしてますね。で、今回どういった作戦を取ったかといいますと、多段階露出という方法で、以前サドル付近をですね、撮影した時にも使った方法です。で、これはどういった方法かっていうと、例えば暗い星雲を映すと、明るい部分がですね、飽和しちゃうようなコマがありましたと。で、あとはですね、暗い部分は映ってないけど、明るい部分が飽和してないコマがありましたと。これ単体で見るとどちらも使えない写真になるんですけれど、これを平均化することによって、まあ、全体がですね、滑らかに、例えば中央部は飽和しないで、で、暗い部分はちゃんと浮かび上がってという写真が出来上がります。で、まあ前回練習できていますので、まあ今回はさらに4段階で録音をしました。で、どういうふうにしたというと、まあ1分録音を8枚、2分録音を8枚、4分録音を8枚、8分録音を8枚、このような4段階に分けて撮りました。で、まあ、1分録音のやつはですね、中央部がちょっと星の点々点々っていうのが見えますね。というところで、これは中央部がですね、まだ飽和していない写真になります。で、8分録音のはもう中央部が完全に飽和しちゃってるんですけれど、周りの暗い星雲がですね、映し出されてますね。なので、この4段階の写真でいいとこ取りをする写真を作っていきたいと思います。結果どうなるのでしょうか。はい、こんばんは。今日も岡崎市はワンパークに来ました。今日はですね、いつもとメインの教頭が違います。今日はですね、メインがビクセの ED70SS になります。今日ですね、この ED70SS をメインの教頭にした理由として2つあります。まずはですね、この鏡頭を買った時に実はレデューサーレンズがセットでついていまして、そのレデューサーレンズの性能というのが、まあ、どこのホームページを見てもカタログにも載っていないということで、まあ、とりあえず自分で撮ってみようというのが一つの目的です。そしてもう一つの目的がこっちの高橋の FS60CB をガイド鏡に使ったらどうだろうというのがもう一つの目的です。で、これがですね、ビクセンの70に比べると、まあ、口径が10ミリ小さいので、まあ、どれだけガイド性が見つけやすいかというところをメインに、まあ、これがもしうまくいけばですね、GS200RC とか、まあ、ちょっと重量がギリギリになってしまう望遠鏡に、こっちの軽い方の望遠鏡をつけて、ガイドをしようと思っています。はい、これがですね、4分間録音したオリオン大星雲です。他にもですね、1分のコマ、2分のコマ、あと8分のコマの4つの組み合わせで撮っています。そのうちの4分間のコマっていうことです。で、これをちょっと拡大してみますと、グググッとしすぎだ。こんな感じですね。なかなか綺麗に写ってるんじゃないでしょうか。で、ちょっと色に赤みがあるのはですね、きっと光害防止フィルターのせいと、まあ、あとは天体改造しているので、まあ、どうしてもちょっと赤が強く出てしまうんじゃないかなと思います。ですので別にこれは望遠鏡のせいとかそういうわけではないです。で、こちらがですね、8分間で録音したオリオン大星雲ですね。
まあ、4分間のとそんなに変わらないような気はしないでもないですけれど、まあでも8分映してるだけのことはあるんじゃないかなと思います。まあちょっとですね、まだモニター越しなので、まあディテールまではちょっとよくわからないと思うんですけれど、まあこれですね、まあレタッチをしたら、オリオン大星雲の輪郭が出てくるんじゃないかなと思います。まあそういうことでですね、なんとか2時間ですね、ED70SS で撮影することができました。で、今ですね、時刻がもう朝の3時ですね。オリオン大星雲ももう正中しかかってます。このファインダーの雫わかりますでしょうかね。これ梅雨です。今日は非常に梅雨が多い日です。今ですね、夜露を乾かすために接岩部をですね、分解してます。これを機会にですね、このビクセンの ED70SS を、まあ、どうやったらカメラにつけれるようになるかっていうのを簡単に紹介するんですけれど、まあ、非常に簡単です。まずは ED70SS にこれですね、レデューサーレンズをつけます。で、このレデューサーレンズなんですけれど、今いろんな販売店でですね、セット売りされてます。単体で買うとなんか1万6000円ぐらいなんだと思うんですけれど、今共同と合わせても5万5000円ぐらいで売られてると思います。で、このレデューサーレンズの先端にですね、健康のアストロ LPR フィルターという、まあ、要するに光害カットフィルターをつけてます。で、純正品のレデューサーにこのカットフィルターはですね、もともと取り付かないので、まあ、販売店さんにですね、取り付けれるように改造してもらってます。ちなみにこのレデューサーレンズなんですけれど、ED70SS の専用設計されたレデューサーです。で、メイドインジャパンということで、まあ、本来だったらもっと値段設定高くなってもおかしくないと思うんですけれどね、ロットもいっぱい出てるわけじゃないと思いますしね。すごいですね。そしてこれが直小ワイドアダプター60というもので、高橋でいうと回転装置のような役割をします。この3点のネジを緩めてカメラが回転できます。で、あとはですね、カメラボディに D リングをつけて、この直小ワイドアダプターと接続します。こんだけです。で、フラットフレームも今撮影し終わりましたので、まあ、これからレタッチに入りますが、まあ、このですね、ビクセンの、ED70SS が、まあ、どれぐらい写真性能があるのかというのがちょっと楽しみですね。もし写真性能が高いっていうことだったら、まあ、F4.0 の非常に明るいレンズだと思います。それがまあ5万5000円前後で買えちゃうっていうことですもんで、まあ、普通だったら望遠レンズもっと非常に高い値段しますよね。なので非常に期待が持っています。処理を、まあ、一通り終わったところです。で、まあ、新たな課題というのもあるんですけれど、まあ、例えばこういう星がですね、まあ、今回フローライトの望遠鏡じゃないっていうのもあって、 ED との差かもしれないですけれど、やっぱちょっと青いにじみというのが出ているかなと思います。まあ、そういった問題はまた今後解決していくとして、まあ、今回はですね、中央部の飽和というところで、まあ、ここの辺りが一番明るいんですけれど、ここが255にならないように、マックス254で調整しました。で、中央部の明るいとこから外に向けて滑らかに画像が、まあ、星雲がですね、滑らかになるようにレタッチをしましたというところです。